こんにちは、ネモです。ベタです。今回ですけども、皆様平成は大変お世話になりました、令和もよろしくお願いします、ということで5月1日からプレゼント企画を行いたいと思います。昨年5からね、お世話になっている皆様へ、はい、僕らからの気持ちではないですが、プレゼント企画を行おうと、はい、去年の10月ぐらいからね、ベタ君と話しておりました。あれ、10月って年号決まってましたっけ？決まってないね。決まってないですね。はい、決まってないですね。はい、進行させていただきます。はい、でですね、概要欄のリンクの方に、プレゼント企画のフォームを作らせていただきました。皆様そちらをご確認ください。で、そちらの方に、皆様の YouTube でのハンドルネーム、そして性別、メールアドレス、都道府県、動画の感想、18歳未満の方は保護者の同意を得てますかという項目を設置しておりますので、そちらにご記載いただいて応募が完了となります。で、今回2つ賞を用意していて、ネモ賞は iTunes か Google Play の1万円分、ベタ賞は iTunes か Google Play の5000円分ということで、はい、僕とベタ君から、まあ、1名様ずつに送る形になります。はい。で、このプレゼント企画なんですけど、まあ、そのフォームに応募いただくっていうところと、あとはチャンネル登録と、動画の方にコメントをお願いできればと思ってます。なんか僕らもこう動画をもっともっと盛り上げていきたいなと、で僕ら自身もこうよりね、高いモチベーションを持ってやっていきたいなと、で皆様とももっともっと絡んでいきたいなという気持ちが本当に去年ぐらいから強くなってて、でベタ君も僕も時間をね作ってはこうコメント返しできるだけして、僕もトイレにねこもりながらコメント返ししたりとか、電車に揺られながらコメント返ししたりとか、まあ本当にお風呂場でコメント返し、僕もそこら至るところでコメント返ししてる、じゃないと追いつかない、本当に本当にありがたい限りですね。よりこう動画を盛り上げていきたいというところと、僕らもより、まあ、頑張っていきたいというところで、はい、いつもお世話になっている皆様への、嬉しい企画第1弾ということでね、まずはプレゼント企画をさせていただきます。はい、でいろんなこう視聴者さんと絡むような企画も僕の方で、まあ、企画していて、それも近々動画化できると思うので、皆様ご確認いただければ嬉しいかなと思います。はい、ネモさん、君の方もね、一つ質問いいですか？はい、このプレゼント企画あるじゃないですか、それの応募にあたってネモさんが選ぶ基準ってありますか？そうですね、まあ、できたらやっぱりよく動画を見てくださってる方々に向けられたらいいかなと思っているので、はい、コメントをよくいただける方にあげたいなとは思ってますけど、僕自身はそういう思いを持ってやってますということなんで、皆さん、はい、ぜひぜひコメントいっぱいください。ベタの方もね、一応やっぱり、普段コメントいただける方がありがたいと思ってますので、まあ多分そういう選び方をしていいのならばそういう風になると思います。で、あと一つ質問いいですか？はい。これってベタも応募してもいいんですか？ベタも応募していいんですか？ああ、そうですね。まあ、身内票に行くことはないと思いますので。まあ、そうですね。まあ、できればツイッターやってる方とかが嬉しいから、まあ、ツイッターをこの機会に始めていただけたら嬉しいかなと思っていて、で、まあ、普通にプレゼント企画するときは、僕ら、そのランダム抽選やったりとか、あとは、コード関係ですね、送った方に対してツイッターでつぶやいといてくださいねってことを毎回一応お願いしていて、で、まあ、そうするとこう、はい、なんでしょう、透明性が高まるのかなという感じはしております。はい、ですので、もしそのツイッターまだやってないですよっていう方が YouTube の中にもいると思うんですけど、まあ、ものの5分ぐらいで本当にパパパッとできるものではあるので、もしこの機会にちょっとツイッターのアカウントもね、一緒に作っていただいて応募いただけたら非常に嬉しく思います。で、僕の方も、はい、メタ君の方もこう YouTube で上げないこうちょっとした
パワープロとかパワーサカの情報をツイッターでつぶやいてたりするので、まあ、そんなところとか、あとベタ君がなんかめちゃめちゃ面白いバズるなんかツイートとかをよくしてるので、待ってください、あの普通にハードル上げるのやめてもらっていいですか日々だって自分が上げてるのってパワーサカ関連、それプラスなんか美味しいもの食べてるぐらいしか上げてないんで、そんなバズるなんてないっすね、うん、いやー期待してます、バズってください、バズってください、やめて5月の課題バズるね5月の課題はい、ということで、まあいろんなことを、まあ、やっていけたらいいかなと思っていて、今年に関してはね、で僕に関しては、まあ、交流会をたくさんしたりとか、まあ、京セラドームで野球したりとか、まあ、いろんなことをしてこう普段のこう活動だけではなくてね、こういろんなところで広げていけたらいいのかななんて思っております。令和はね、よりそういう動きをできたらいいかなという抱負を持っております。ベタ君の方は、まあ、自分はまあ引き続き、まあ、動画を上げていって、まあ、自分の場合プライベートの仕事もあるので上げれないことが多分多々出てくると、これから特にね忙しい時期になるので多々出てくるとは思うんですけども、ちょっとできるだけその回数を少なくしていければなと思っております。で、まあネモさんのオフ会などある時に、まあ、自分も顔出せる時は顔出してちょっと冷やかしに行こうかなと思っております。ありがとうございます、冷やかし大歓迎です。はい、ということでですね、再度確認にはなりますが、はい、プレゼント企画に応募したい、ガチャ引きたい、厳選したいという方は、概要欄かコメント欄の方にプレゼント企画のフォームを置いときますので、そちらにご応募ください。あとはチャンネル登録と、まあ、僕らがこう日々動画を上げているので、その中に、コメントをしていただけたら嬉しく思います。ついでにグッドボタンも押していただけると僕らの動画作りのモチベーションがめちゃめちゃ高まるので、そちらも合わせてお願いできれば幸いです。はい、というところで、では最後にベタ君締めの挨拶をお願いいたします。はい、ということで、まあ、本日から令和が始まりました。まあ、新しい時代が始まったということで、まあ、これからもね、まあ、平成の時と同様、まあ、それ以上にネモさんと一緒に頑張っていこうと思っております。今後ともね、ネモゲームビデオよろしくお願いいたします。では、本日の動画は以上とさせていただきます。ネモとベタでした。さよなら。今年もよろしくお願いします。令和もよろしくお願いします。